高丸山は、徳島県勝浦郡上勝町と、同県長郡長町の境界に位置する山である。標高1438.8メートル。中部山景県立自然公園に属する。四国百名山指定。高丸三島斜面は、徳島県立港、丸山千歳の森として整備されている。勝浦郡上勝町と、旧長郡木沢村の境界上にあり、 雲早山から南東方、約3 5キロメートルに位置する。阿波市には、高山、八十地にあり、群中最も高市とあり、文化期の、勝浦群分間絵図などにも単に、鉱山と記されている。高丸山の名称は、明治期に入ってから呼ばれるようになり、なだらかな円形の山で、山自体が信仰の対象になっている。勝浦川、上流、 旭川の岸辺に高丸山洋拝所がある。高丸山と額をかけた鳥居だけあり、鳥居の中央に高丸山の頂上が収まって見える。高丸山の南東斜面、約29ヘクタールは、県の自然環境保全地域の第一号に、昭和52年に指定された。標高1100メートルから山頂までの間は、樹高20メートルの体重を含む部な原生林で、 ハリギリ水ずめハウチワカエデで犬シでヒメシャラ、あおなどが自生する。草木では、スズタケが優先し、クマシで四国トリアシショウマの群生があり、ン種では、オーバイケイソウなども見られる。野鳥は32か70種、哺乳類は15か28種が確認され、日本かもしかも目撃されている。地質上は、七部隊に属し砂岩及び霊岩からなる。ありがとうございます。